さ、ハーゲンダッツな、この前 YouTube のショートに出てきて、うん、女の子がなんか体調悪いみたいなで、あの、お前もう寝とけよみたいな彼氏が言って、うん、何食べたいって言ったら、ハーゲンダッツアイスって言うねんか、うん、ハーゲンダッツってそこまでうまいっけと思って、で、あの、それが試したくなってハーゲンダッツも買いました。あのな、普段とは違うこと、普段とは違うことをしたらな、はい、なんか運気上がる気がしてさ、珍しいやろ私がハーゲンダッツって、うん、めっちゃで、何何帰ろ、ダメ、帰ろ、デートです、帰るで、デートです。どこによ、これセレナ買ったやん、うん、これずっと持っとってんけど、ちょっと大きいなと、大きいよセレナで、やっぱヒカルがさ、なんかちょっとここ買ってきてみたいな、そう、郵便局行ってきて、言うな、郵便局行ってきてとか、うん、SD カード取ってきてとか言うな、毎回セレナ動かす、うまい、ハーゲンダッツちょっとあれじゃない、うん、しんどくない、ハーゲンダッツめっちゃうまい、うん、バイクが欲しい、ハーゲンダッツめっちゃうまい、バイク見に行こう、ハーゲンダッツめっちゃうまい。あとちょっとやっぱさ、マイキーとドラケンに憧れるよね。おい、そこはいらんねん。え？そこはいらんねん。うん。うん。うん。自転車でよくね。おい！家の前の坂道をどんで。で、何よ？だから何よ？バイクを見に行こう。まあ、見に行ったらいいやん、勝手に。一人で。一人で見に行ったらいいやん、勝手に。違う。お前の誕生日プレゼントだ。いや、いらねえ。ガルンの誕生日プレゼントに、俺が足として、運転手としてバイクを買おう。大きい買い物やし、ちょっとガッチャに電話してみようか。買い物って買うって言ってないね、まだ。買うって言ってないんだけどな。あれ？おるけど、もう適当に好き勝手やっと。あ、そうな。私らも子供家に掘ってきた。掘ってきた。もう目的余裕は。あ、じゃあ、バイク屋さんに行きたいねんけど。買うって言ってないの？相談するだけやだろ、ガッチャに。それだけやだろ。お疲れ。お疲れさん。お疲れ様です。なになに？急遽ごめんよ。いや、急遽いいけど。いや、買うって言ってないよ。ちょっとな、俺が見に行きたいだけやねん。そう、うん。バイク買うなんか言ってないよ。で、バイク乗ってるかっちゃんにちょっと相談しようかなと思って。まあ、相談やから。撮影許可取れそうなバイク屋さん。うん。今な、うん、なんでこんな話になったかってな、うん、私の大学の時代の友達が来とってん、バイクで。岡山から。で、そのバイクの話になって。なんか買いなよ、みたいになって。で、俺ずっと言っとったやんな。その気になってん、リュウちゃんが。バイクずっと言っとるな、かっちゃんの。そう。リュウちゃんはもうずっとかっちゃんの送り迎えするやんか、うん、時の帰りの車の中とかバイクいいなとかって話をしたそうで、後ろに乗っけたったんやの、心を迎えに行くのに、うん、もうあの時の少年のような顔、もう後ろでウホウホ言っとったからな、マフラーの音は聞こえんぐらいウホウホウホ。はい、じゃあバイク屋さんに電話して撮影許可取ります。行きましょう。え、ビッグスクーターそんな高くないやん。ビッグスクーターでいいやん。え、いいの？え、わかんの？バイク屋さんに行きました。来ました。いや、私は反対派ですよ。ああ、そうです。ダメです、買うなんて言ってません。何系のバイクかご相談を。まあ、今現状僕がでっかい車乗ってるんで、はいはい、まあ、ちょっとなんかコンビニに行くとか、はい、しんどいなっていう時と、まあ、タンデムする時もあるなっていう。ああ、大丈夫大丈夫。それもかっこいいね。それはね、ちょっと125を超えちゃいますんで。ああ、そうなんですね。軽二輪になってしまいます。原付扱いじゃないです。155であれば高速行けますよね。高速は大丈夫。県外、あ、でもそうか、県外行こうと思ったらこれじゃないと。あの、自社じゃない、中古車なんですけど。あ、そうなんですね。中古車なんです。足届く？届く足。お腹がつっかえる。どうしよう、痩せなあかん。この名はもう、がっつりがっつり持った方がいいな。、うん、で、この人なんと、本日ちゃんと印鑑を持ってきております。印鑑も全部あります。早っ。準備たたんと。ちょ、この中に入っとってんの。入っとってんか、カの中に印鑑は。たまたま入っとってん。たまたま。そうそうそう。いつでも俺はもう、そして私なんと現金50万円を下ろしてこうさせれました。あ、もう今持ってんの。持ってます。話が早い。で、どうするの。これ早く帰らなあかんねんか。なんか、もうちょっとお好みよ。一応見とこ。いや、いいね。サムネやな。ヘルメットプレゼント。おお、うわー、めっちゃいい。やっとさせていただきます。ありがとうございます。待って、カメラにどのヘルメットか映ってないんちゃう。どのカメラ。うわー、こちら。あ、いや、いいんですか。はい、本当にいいんですか。はい、やっと。はい、やはりします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。次が1万2000円になります。やっと。おおおおおやった。なんとプレゼント、いきなりゲット。やっと。よかったね。もう即乗りできるよ。運命だわ。残り20は銀行に戻しましょう。あら、20万しか。早く書いてください。はい、もうクリスマスとあの誕生日いらんから12月。言ったで、残ったで。ああ、カットしてね。
もうクリスマスだな、誕生日ランから12月言ったね、カットとかないよ。じゃあ支払ってくださいね。はいはい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、それでは納車を待ちましょう。納車待ちます。よかったな、ほんまに。おめでとう。まだ緊張してるで俺。私の誕生日やのに。私の誕生日、もうアッシーします。え、ミミネのアッシーもしたってな。あ、じゃあさ、ノンを大阪まで連れてってとかバイクできる。うん、あ、お前高速乗れるもんな。マジ、マジオーナー。マジ、マジオーナーよ、マジオーナー。ハッピーな男がこちらです。さあ、受け取りに行きます。チャイ、まぶしい。バイク出してください。バイク出してください。もうね、GoPro と携帯の装備するんです。はい、このヘルメットをプレゼントしてもらい、ありがとうございます。ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。持ってきます。長いお付き合いやります。CD400 円、ちゃんとドライブ、ちょっとにします。はい、行きましょう。行きましょう。ちょっと待って、覚えてくださいよ。はいよ。オンにする。おい、マイクなんか1人くらい、自分なんかぐらい。なんかさ、ミミネ、起きて。杉さん、なんかリュウちゃんが出てこいって。え、みんな、全員、みんなどこに、全員外に出てこいって。なんか、ヒカルへの誕生日プレゼントを持ってくるらしい。ちょっとこれ、とりあえず行こう。行こう。待って、みんな、みんなで、みんな、みんな、全員や。待って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 、ヒカルさん一番ケッツ。カメラ撮るから。ケーキ、まあ、時間かかるる。ケーキは持ってない。靴履かせて降りれる準備してきた方がいいと思うよ。あ、ごめん。まだなんて。靴、靴履かせて。あれ？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 どうしたよ、みんな。あれ？リュウちゃんも？いや、リュウちゃんあれ。あの、ダイソン荷物めっちゃ重たなってな。歩いて帰ってきよう。もう、俺なんとかして帰ってくるって言って、とりあえず置いてきた。どうやって帰ってきたの？え？え？バイクスクール。バイクやし。あれ？え？え？バイクスクールできた。え？あれ？ちょっと待って、これ嬉しそうな顔。新しいの？あの顔映して、あの顔なんそれ。あの顔映ってんねん。その顔のままこっち来て。増えた。え、いや、音、あのピンとかあるから抜けてる。え、待って、2人乗れるの？そう。ピンクのヘルメットは7杯多分。ヒカルさん3人乗れる。え、え、プレゼント、あの、リュウちゃん、あの、こっち入って。ヘルメットがプレゼント。プレゼント、あ、それだったら多分頭入ると思うから。え、え、これしかもお揃いじゃん。ねえねえ、みおちゃんも。あれ、ほんまや。ダッサダッサ。ブルフェイズ、しいよ。何なの、何、ほんで。え、ヒカルへのプレゼントじゃん。ヒカルへのプレゼントです。え、納車日11月12日で撮っております。え、それだけ。え、ヘルメットがプレゼント。今日もう何日、何日。あれ、おめでとうございます。りゅうちゃん、おめでとうございます。私全部知ってます。え、一緒に買いに行った。どういうこと。え、いや、みんな珍しく白いねんけど。俺、今、うわぁ、勝手に買ってめっちゃ。わかる。手紙ついてかなあかんねんで。で、うるいて、そこの前にこう、はい、ギュッて。だから楽しかったか。おかえり。おめでとう、おめでとう、おめでとう。ナナ倒れる。ちょっと俺も見たいからカメラ持って帰って。ズケさんがさ、ズケさん絶対さ、いらんもん買ってって言うわって思っとって。いや、いらんもん買ってたらめっちゃ思ってるけど、うん、ちょっと喜んでてめっちゃ嬉しそうだったから後で言おうかなと思った。